三つシーリングテクノサッカー部は、徳島県板野郡藍住町を本拠地として活動していた社会人サッカークラブ。正式名称は、三つシーリングテクノ株式会社サッカー部である。1993年に、光を鹿五郎ハイドサッカー部として創部し、徳島県サッカー協会に加盟、徳島県サッカーリーグに参戦する。 1999年6月に、三浦シカ鹿五郎ハイド株式会社が、三宏シーリングテクノ株式会社に、称号を変更したことに伴い、2000年、クラブ名を、三宏シーリングテクノサッカー部へ改称した。2006年に、徳島県リーグ一部で12位となり、県リーグ二部へ降格したが、2010年に、県リーグ二部2位となり、5年ぶりに、県リーグ一部へ復帰する。 しかし一部の壁は厚く、2011年から2012年の2年間で、稼いだ勝ち点はわずかに、13と苦しい戦いを強いられ、2年で、県リーグ2部へ降格となる。2014年に、県リーグ2部で優勝し、県リーグ1部に返り咲くと、2016年には、県リーグ1部を無敗で優勝し、四国リーグチャレンジチーム決定戦に進出。ここで、 高知県代表のロッシャライズ KFC に勝利し、初の四国サッカーリーグ昇格を果たす。四国リーグ昇格初年度となった2017年は、わずか一勝特点し、最下位であった。しかしこの年から規定が変更され、最下位になっても、県リーグへの自動降格とはならず、四国リーグチャレンジチーム決定戦優勝チームとの入れ替え戦となったこともあり、入れ替え戦でイエローモンキーズに2戦。 合計8から5で勝利し、残留を果たす。2018年は14試合でわずか8得点に、終わり2年連続再開となったが、入れ替え戦では、中村クラブに2戦、合計0から0で引き分け、規定により再び残留を決める。2019年も4試合で2桁失点を喫する、苦しい戦いで3年連続再開となったが、コーチユナイテッド SC の JFL 昇格に伴い、 入れ替え戦を経ることなく残留を果たす。2020年は新型コロナウイルスの影響により後期リーグ戦のみ開催。FC や奈町に勝ち点で並ぶも得失点差で及ばず4年連続再開。レギュレーション変更により降格なしとなったため残留。2021年一心上の都合によりリーグ戦参加自体を発表していたが2月に チーム解散が発表された。AB 本来であれば、この後、四国サッカーリーグ自動昇格及び、入れ替え戦を決定する、決勝戦と四国サッカーリーグ7位のクラブとの入れ替え戦があるが、この年は、四国サッカーリーグ優勝の FC 今治が JFL へ昇格したことに伴い、チャレンジチーム決定戦1回戦勝者2チームは、四国サッカーリーグに自動昇格し、 決勝戦及び入れ替え戦は実施されなかった。ありがとうございます。